やっぱりこんな機会って、うん、ないよね。いや、ないと思うし、それからね、なんか高校生のね、うちに、そう、高校生のうちに来るのに意味があるかなと思って、あの一回行ってみて、しっかり自分の目で見て何かできることがあればなと思って、こうやって今何もなくて上がり一つなくて声も聞こえない中で大勢の人が来てくれるだけでもう蘇るっていうかね、声だけでももう元に戻ってきた感じがする、活気がついたっていうかね。それで若者の声がね、ここにこうこだまするだけでやっぱり力になるって言ってくれるんですよね。私たちもやっぱそういうなんかこう社会のために貢献できてるんだっていう意識をまさに持たせられる場だなって、やっぱこう外をこう見て大変だなと思うだけじゃなくて、本当にやっぱりこうその地元に関わることによって得るものというのはもっとそれ以上のものがあるんだ、うん、本当みんな一生懸命ですもん、一生懸命ね、こう見てるだけで涙が出る。生で見ると福岡と同じ空なのに下を見ると全然違う光景が広がってたので、そこでもうなんかすごい現実なんだなって思って胸が痛くなります。実際に前とかあった後とか写真両方見てたんですけど、それはあんなに綺麗なところだったのになと思って、こういう大金というものも自分で一生に一度ぐらいかね、なると思います。震災前以上にきれいに片付けていただいて本当にね、ありがとうございました。本当に予想以上の重労働であることや、なかなか思い通りに作業が進まないということを感じました。福岡に戻ってもこれからの私たちには何ができるのか、何をすべきなのかをしっかり考えていきたいと思います。貴重な経験をどうもありがとうございました。ありがとうございました。